桜大戦、前回の続きからプレイしていきましょう。ここの探索からか。売店、食堂、厨房、事務局、支配人室。多分ここに進むと話進みそうだな。宿直室か。衣装部屋、楽屋、道具部屋、大道具部屋。結構しっかりしてんだな。上とか行けんのこれ。行ってみる。地下行くと怒られるんだっけ。テラス、2階席、スミレの部屋、アイリスの部屋、空室、サクラの部屋、マリアの部屋、サロン、隊長室、空室、ショコ。とりあえず、何？あ、スミレくんがいるぞ。あら、おわたちょい、どうなされました？大神です。あら、失礼いたしましたわ。そうですわ、これからは簡単に少尉と呼ばせてもらいますわ。お話しようよ。本番前にこうしてお茶を飲む、この程よい緊張感がたまりませんわ。ところで少尉、何かご用ですの？手紙。さっきもぎりをしていた時に、熱烈なファンという人から手紙を預かったんだ。君に渡そうと思って。はい、これだよ。まあ、これをわざわざ私に。ありがとうございます、少尉。最初はどんな方が配属されてくるのかと思っておりましたが、少尉はなかなか気がつく方ですよね。これなら安心ですわ。そうかい。待てよ、変だな。秘密部隊の隊員である君にどうしてファンレターが届くんだい？あら、どこで何をしていようと、私を見つめてくれる殿方には、こと書きませんわ。はあ、そういうもんかね。すみれさん、大神さんもここにいたんですか？さくらくん。すみれさん、もうすぐ本番ですよ。準備よろしくお願いします。ご苦労様、ちょっと部屋の方に寄ってから参りますわ。そうだ、少尉、今度は私が少尉に質問してもよろしいかしら。何？俺に？少尉は私と桜さんどちらが好みのタイプなのかしら。どうだろうな。気の強い女性は好きなんだけどな。そうだな。桜ちゃんも可愛いからな。早い。あ、ごめん。めっちゃ早かったな。俺は桜くんが好みかな。何です？音が違うってこと、これ下がったのかな？少尉、あなたも人を見る目がありませんのね。お前、桜の前で何を言ってんだ。不愉快ですわ。失礼させていただきます。あ、すみれさん。若見さん、私、すみれさんを追いかけますから、失礼します。これ、桜も下がってない。大丈夫？二人の前で言うなんて、まずかったかな？無視するっていう選択肢もあるのか。さくらくん。大神さん。大神さんの言葉、私嬉しかったです。それじゃ。さくらくん。他の場所へ行くとするか。これでルート分岐とかあんのかな？うまい、そういうのが よくわかってないんだけど。とりあえず、この辺から見ていくか。売店から見ていこう。最初この辺だったしね。おお、働いてんね。大神さん。はい。いらっしゃい。何かお求めですか？何売ってんの？ん？あ、これ見れる？これ。ブロマイドをお買い上げですか？ありがとうございます。これ左とか。分かれてんのかな？大神さん、ブロマイドはすごい人気商品なんですよ。すぐになくなっちゃうんです。だから申し訳ないんですけど、ブロマイドのお買い上げは1枚だけにしておいてください。ところでこれは一体誰のブロマイドなんだい？それは桜さんのブロマイドですね。50銭になります。何？なぜ秘密部隊隊員のブロマイドが堂々と売られているんだ。これでは正体を自ら明かしているようなものではないか。大神さん、どうしました？いや、なんでもない。とりあえず、買ってみるか。
買ってみるかじゃねえよ。これは？それはスミレさんのブロマイドです。おお。これは？アイリスちゃん？あ、マリアさん。ブロマイド。アイリスちゃんは？まあ、いっか。ちょっとサクラちゃんの買おうか。さっき、ね、告白じみたこと言っちゃったしね。あら、かわいい。サクラさんは新人なんで、ブロマイドの売れ行きもすごいんですよ。本当にサクラくんだ。秘密部隊の隊員なのに、これでいいのか？でも、かわいいブロマイドだし、もらっておっか。なんだお前は。見てみよう。さくらくんのブロマイドだ。じっとこちらを見つめている。何を思っているんだろう。何を思っているんだろうってどういうことだ。ん？これどうやって戻るんだ。あ、これで戻れんのか。お話する？そうだ、彼女にそれとなくこの劇場の正体を聞き出そう。つばきくん、この劇場についてちょっと聞きた。え？この劇場ですか？そういう情報なら任せてください。正式名称は大帝国劇場。でも、みんな略して帝劇って呼んでます。毎月いろんな出し物をするんです。今月は、椿姫の優。優でいいのかな？っていう劇ですよ。私の名前も椿ですよね。だからちょっと嬉しいんですよ。俺が聞きたかったのはそういうことじゃなかったんだが。こんなもんか。じゃあ仕事頑張ってね。お役に立てましたか？うん、ありがとう。毎度ありがとうございます。お金ってさ、無限なのかな？なんか、いくら持ってるとかそういうのもないよね。一般客席。おー、すげえいっぱいいる。この劇場の客席か、立派な作りだな。ここには誰もいないようだ。いっぱいいるけどな。他の場所へ行くとするか。まあ、主要人物はいないってことだな。舞台。あ、そっち行くんだ。そう回っちゃうんだ。まあいっか。あ、マリアさん、こんなところで何をしてるんだ。こんなところってお前出るんだろう。ジョイこそこんなところに何のご用ですか。こういうなあ、かっこいい女性も好きなんだよな。お話しようよ。私に何かご用ですか。マリアのことを教えてくれ。マリア、君のことを教えてくれないか。ちょっと驚いた顔してんね。帝国歌劇団の隊長として君のような女性がなぜここにいるのかを知りたいんだ。それについては答える必要はないと思います。それにまだ私は少尉を隊長と認めたわけではありません。手厳しいな。なんだって。少尉、仕事の邪魔です。もう話しかけないでください。はーい。胸のあたりでこういうの出るの嫌だな。もうすぐ舞台が始まるので、こっから先は立ち入り禁止です。ご注意ください、少尉。仕方ない。他の場所へ行こう。退散しようね。道具部屋見る？ついでだ。え？あ。ごめん。相当暇な、暇じゃないです。すいません。はい。退散します。すいません。宿直室。なんだこの部屋は。布団なんかが置いてあるぞ。ああ、ここは宿直室だな。海軍に待ったぞ。ここには誰もいないようだ。他の場所へ行くとするか。宿直室か。楽屋。あ、アイリスちゃん。あ、お兄ちゃんだ。さっきは楽しかったね。ああ、さっきはどうもありがとう、アイリス。ところで、アイリス、聞きたいことがあるんだけど。なに？アイリスのこと。アイリスのことについて聞きたいと思ってさ。アイリスのこと？うん、いいよ。なんか照れるな。アイリスね、前はフランスに住んでたの。へぇー。スカウトされて日本に来て、ここに住んでるんだよ。そうだったのか。帰国子女ってやつか。ありがとう、アイリス。アイリスのことが少し分かったよ。うん。今度お兄ちゃんのことも教えてね。別に今でもいいけどな。他のみんなはどこに行ったか知ってる？スミレは2階にいるよ。さっきさくらが呼びに行ったの。マリアは舞台に行くって言ってたよ。ヨネダのおじちゃんはお部屋にいるんじゃないか。まあそれぐらいか。あ。これは？お兄ちゃん、この子の名前覚えてる？なんだっけ？
ジャンポール。ちゃんと覚えてるよ。ジャンポールだろ。ありがとう、お兄ちゃん。ちゃんと覚えててくれたんだね。当たり前だろ。アイリスの大切なお友達だもんな。できた大人だね。ありがとう、お兄ちゃん。アイリスとっても嬉しいよ。うん、バイバイお兄ちゃん。はーい、じゃあね。このままでは拉致が開かない。支配人室か。その前にいろいろ探索をさせてくれよ。俺にも。俺にも？ここに行く前に。外とかは出れないのか？事務局。でも人がいる感じはもうないからな。あ、人いるのか。事務は事務員さんがいるのかな？誰かいるぞ。こんにちは。あはって。あなた、大神さんでしょ？大神さんです。私、榊原ゆりって言います。ゆりっぺ。劇場の事務をしてます。はい。どうぞよろしくね。よろしくね。こちらこそよろしく。はじめまして、大神さん。この子の髪いいな。私、藤井かすみです。かすみちゃん。劇場の事務を取り仕切っています。事務マスターみたいな感じ？事務マスターじゃないな。はじめましてよろしく。お話しよ。アイリスちゃんって本当に可愛くてお人形さんみたいですよね。そうだね。でもあの子、実はすごいお金持ちの娘だって噂があるんですよ。それを蹴ってここにいんの？お話しよ。そうそう、大神さん。はい。地下への階段は米田支配人の命令で通行禁止となっています。地下へは行かないように注意してくださいね、大神さん。はーい。なんだろうね、なんかあんのかな？私に何か？え、いいえ。この辺、あれ、別に触れるわけじゃないの。マリアちゃんってすごい読書家なんですよ。へえ。夜とか私読書庫で本を借りて読んでるみたいですよ。書庫行ってみる一回。いいかな。また来てくださいね。はーい。しかし歩き回るほどここはただの劇場としか思えなくなってきた。書庫だけ見て、もう先進むか。なんか、これ以上見てもあんまり、ねえ、メンバーとの交流も深められそうにないしな。スミレの部屋行ってみる。めっちゃ怒らせてたけど。ここはどうやらスミレくんの部屋のようだ。ノックしてもしもし。いないみたいだな。もう行っちゃったのか。そっか、怒らせたからかな。いろいろあんのかもしれないな。空室、書庫。対象室ってことは俺の部屋か。俺っていうか大神の部屋か。ここは書庫か。ちょっとした図書室だな。ここには誰もいないようだ。他の場所へ行くとするか。もう支配人室行くか。行ってみるか。もう何もなさそうだしな。全部見てもいいんだけど。ここ行くか。よし、米田中将に直接どういうことか説明してもらおう。ああ、もしもし。もしもし。ん？電話中か。ああ、来た。さっきな。まあ、もう少し様子を見んことには。ずいぶんさっきと話し方が違うな。だがね、花小路さん。この秘密部隊は難しい。難しい。戦場に女を駆り立て、我々は見守ることしかできん。帝国軍人としちゃ屈辱だ。やっぱそういう思いもあるんだな。しかし、うん、工具を操れるのは今のところあの子たちだけだ。あれ、大神も行けるんじゃなかったっけ。だからそういう話してたよね、アリスちゃんと。私はあえてあの子たちをかばい、守り、自由にさせている。自由っつってなんか仕事してるけどな。あの若いのが使えるといいが。大神のことか。おっと、そろそろ文句を言いに来たらしい。ではまた。誰と話してたんだ。電話は終わったようだな。失礼します。大神、中に入ります。
ほう、オオガミ、その衣装似合うじゃねえか。どうだ、モギリの仕事には慣れたか。今の電話は？モギリの仕事に対する答えはないんだな。ヨネダ中将、今のお電話は？おう、お前を帝国歌劇団の隊長に推薦した花小路伯爵からだ。お前がちゃんと働いてるか聞いてきたってわけさ。そうですか。自分もヨネダ中将にお聞きしたいことがあります。この帝国歌劇団で自分は隊長として何をやればいいんですか？いや、それ以前にここは帝国歌劇団なんですか？ただの劇場じゃないんですか？あ、大神、お前何か勘違いしてねえか？俺の頭の上にある額縁をよーく見てみな。額縁？あれ？文字が変わったね。帝国歌劇団？い？歌劇団？歌劇団の間違いでは？いや、歌劇団だ。これ、口で言ってたら一緒にしか聞こえないよな。自分は帝国歌劇団という秘密部隊に配属になったはず。おうよ、歌劇団は秘密部隊だよ。はっはっはっは。国家組織がこうやって部隊で収入を得ていることは、お前も知らなかっただろう。ガーン、そんなバカな。はっはっは、少し頭を冷やしてこい。バララパッパパーってなかなか聞かない SE だよね。そんな、秘密部隊がただの劇団だったなんて。これはきっと何かの悪い夢だ。あ、さくらちゃん。大神さんどうしたんですか？こんなところで。さくらくん。顔色が悪いですよ、大神さん。少し休んだらどうですか？もしよかったら、大神さんのお部屋までお送りしましょうか？ああ、頼むよ、じゃあ。頼むよ。頭がちょっと混乱しちゃって。ちょっと大神さん、本当に大丈夫ですか？こんな時はお部屋でゆっくり休むといいですよ。じゃあ行きましょう。なんかお札貼ってないドア。送ってくれてありがとう。すまないな、気を使ってもらって。いいえ、これぐらい。だって私、何？なんでもないんです。じゃあ、私、舞台がありますから、これで。部屋に寄っていかないか？もし時間があるなら、部屋に寄っていかないか？ちょっと話もしたいし。ごめんなさい。もうすぐ舞台が始まっちゃうんです。ああ、ごめんね、引き止めて。私も大神さんとお話したいんですけど、ごめんなさい。そうか。残念だけど、舞台があるなら仕方ないね。じゃ、舞台頑張ってね。送ってくれてありがとう。はい、じゃあ失礼します。さて、少し休むか。ん？どうした？さくら。大神さん。あれ？さくらくん、どうしたんだい？元気出してください、大神さん。そんな暗い顔、大神さんには似合いませんよ。私、上野公園で初めて会った時のように、元気いっぱいの大神さんが。ごめんなさい。偉そうなこと言って、失礼します。うん、すまない、さくらくん。だけど、ここには、君が立つ舞台がある。君にしかできない仕事がある。しかし、俺の仕事は、帝都を守るという仕事はここにはなかった。軍人的には辛いんだろうな。楽な仕事でもないか、モギリって。帝国歌劇団に、転属が決まった時、どんなに嬉しかったことか。士官学校を卒業したばかりの俺にとっては体調は大役だ。心が踊った。役職なんてどうでもよかった。平和を守る仕事ができる。純粋にそれが嬉しかったんだ。しかし、俺が配属されたのは帝国歌劇団。女性ばかりの歌劇団だった。平和を守るという俺の仕事はどうなってしまったんだ。辛いもんだな。ま、後部の話とか大体知ってるからな。あれなんだけど、隊員の状況ってなんだろう。これだけ見て終わるか今回。え、さくら普通の気分、アイリス普通の気分、スミレ普通の気分、マリア普通の気分。普通じゃない気分の時って何なんだ。憂鬱とかあんのかな。はい、じゃあここで一旦切りましょうか。セーブしたいんでね。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。